それで旦那、消えた労働者のことだが。労働者が消えた？どういう意味だ？文字通りだ。注文した大量の物資と一緒に消えたのさ。建設現場に向かった十数台の荷馬車のうち5台が忽然と姿を消した。道具、食料、建設用の資材、そして何よりも主任設計士を含む専門家たちが到着しなかった。設計士に早く新しい設計図を送れと手紙で伝えた。だが彼の親方は彼がすでにここアルデイソにいるはずだという。つまり設計士も行方不明というわけか。手がかりがないか調べてみよう。なんとお礼を言っていいか。できれば急いでくれ。その5台の荷馬車がなくてはどうしても仕事が終わらないんだ。荷馬車がある。起きろ。放っておいて、いっちゃん。こんばんすわ。おい、起きろ。起きろ。我らが救世主。おい、起きろ。なんだ。行くぞ。こんばんは。起きろ。君はまさしく聖レビオダの使いだな。早く馬車を修理して現場に行かなければ。私を待っているはずだ。じゃあな。商品を納入してるんだ。まったく最高だ。調べた方がいいな。足跡が深い。それと血だ。とにかく逃げようとしたんだな。ひどいな。出てこい。乱暴はしない。ありがとう、ウィッチャー様。レビオダの祝福がありますように。くそ。
ありがとうご親切に。高名なウィッチャーとお見受けするが。その通り。馬車を手配して象の建造現場へ急がなければならない。緊急の用事で呼ばれてるんだ。奴らは一体なぜ盗もうなどと思ったんだ。ハンマーなんてただの石の塊だぞ。なるほど。では早く出発した方がいいな。それも大量の。聞きもわかる。
行方不明の労働者たちか。慣れの果てというわけだ。バラを抱えて巡回か。見事。言われた通り像の完成を手伝ったぞ。あは、旦那がいなかったらどうなってたことか。これで大勢のレビオダ信者がここで祈ることができる。報酬も払ってくれるな。もちろん、これが報酬だ。出資者は有能な企業家でね、これから大勢の回復者が出ることを計画に織り込んでる。増えた信者の献金によって3年から5年で投資額を回収できると見込んでいる。全てが完璧に計算されているんだ。下の一桁までな。ああ、幸運を祈る。では